皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月1日金曜日になりましたということで、早いですね。もう11月。今年もあと2ヶ月ということになりましたが、11月1日って111って並びますので、非常に覚えやすいんですけど、私のですね、大学時代に仲良かった友達の誕生日でもあります <laughs>。お誕生日おめでとうございます。そんな今日ですね、お届けしたいのは、 11月のつけ始めですね、に必ず恒例でやってる企画なんですけど、こちらの方からご覧ください。どうぞ。はい。ネットビス研究会0円会員、こちら無料なんですが、に移行した Discord の2024年10月分を紹介するという日になっています。いつもであれば YouTube のメンバーシップの月額190円から学べます。デイリー会員に入会いただかないと、動画を15分間フルでご視聴いただけないという 今、仕様になっていますが、今日は最後までご覧いただけるようになってますので、お付き合いいただけば嬉しいなと思っています。よろしくお願いします。はい。では、早速なんですけどえ、Discord でやってるんですが、なんとですね、ちょっと惜しかったんですけど、こちらの数字ご覧いただきたいと思います。はい。現在ですね、Discord に入ってくださってる人が、99名ということで、惜しい。あと1人で100名なので、ぜひ、100人、100名、100人、 ん100人目の人ですね、えー、参加お待ちしております。よろしくお願いします。よかったらね、自己紹介の方で書いていただけば嬉しいなと思っていますが、さあ、そんなですね、えー、ようやく100名集まったネット別研究会のゼロ円会員、どういう内容をお届けしているか、そして0円会員とは何なのかって話を少しして本題に入っていきたいと思います。はい、ではまず最初にですね、0、えー、円会員の説明を少ししていきたいと思うんですが、えー、こういうサービスになっています。 はい。弊社がやってますネットベース研究会っていうのは、0円会員、デイリー会員、ムービー会員、セミナー会員、スカイプ会員というふうに5段階になってまして、今まではデイリー会員から始まっていたんですけど、0円会員っていうのを始めたのが今のサービスということになるんですけど、まあ名前の通り0円ですから無料ですから、よかったら皆さんね、入っていただきたいなと思ってるんですね。 これもともとはですね、遡ると、Facebook のグループに横短会という会があったんですね。そこのとこで、僕のセミナーに参加した方とか、お友達の方とかが参加してですね、グループに入っていてですね、そこでブログの更新情報とかですね、あと面白い情報とかをシェアするってことをやっていたんだけど、この横短会をですね、まあ閉じまして、 で新しく作ったのが、この0円会員ということになります。なので、無料で学べるノウハウということでやっているものになるということなんですね。でそれが、Discord の方で今展開しているものになります。こちらえ、QR コードが出ていますので、こちら読み取っていただけばですね、えいけるんじゃないかなと思っているんですけど、まだこれ、今年の1月から始めたばかりなんで、ようやくですね、丸1年経とうとしていますが、まあ、1年で100名まで来る。 っていうのは嬉しいなと思っています。QR コード読み取っていただけば入ることができると思いますのでよろしくお願いします。では、どんな内容を投稿しているかということを少し話をしていきたいと思うんですけど、えー、僕のですね、ブログっていうのは今どういう構成になっているかっていうと、その、いろんな最新のネットビジネスに関するノウハウとか、えー、もしくはニュースっていうのを解説するっていうものをですね、毎日15分の動画で紹介しているわけですね。でこれに、 えー、勉強しようかなと思うと、デイリー会員という月額190円ですよ。なんか言いますけど、月190円ですからね。一回190円じゃないですよ。もう、あの、今、えっと、ジュース1本あの、もう200円時代になりましたから、お茶200円ですからね、今ね。なので、190円はあの、ジュース1本より安い値段ですね。 非常に濃いノウハウが学べるので、ぜひね、本当はデイリー会員はもうマストで入っていただきたいんですね。190円は頑張って出してください。これあの、190万円でもないし、19000円でもないです。190円なんで、ここはぜひ皆さんね、入っていただけると嬉しいなと思ってるんですけど、じゃあ、190円で学べるノウハウと、ネット別研究会の0円で学べるノウハウは何が違うのかっていう話をしたいと思うんですね。 この0円会員で学べる内容は何かというと、僕のノウハウではないということです。つまり世の中にはいろんなね、えー、いい情報をですね、無料で解説している人とか、いろんなニュースというのがたくさん流れていますよね。それを紹介するだけであれば、それ僕のノウハウじゃないし、その人たちが無料で公開している内容を僕はお金取ってですね、教えるということはしていないわけです。なので、それを シェアしまくっているのが、この Discord の0円会員ということになります。なので、まあ、ここだけでも僕がいろんなインターネットを駆使してですね、情報を集めてきているので、見ていくだけでも勉強になると思うんですね。まあ、僕がどうやって情報を集めてきているかっていうこともわかるかなと思いますので、よかったらそういう使い方でしてみてもいいかなと思います。はい。ではね、どんな内容を今月も投稿したかっていうことで紹介していきたいと思うんですけど、 これね、なんかよくわかんないんですけど、最近ですね、Google Chrome のブラウザーで僕の Discord を開こうとするとですね、真っ白の画面が出て、なんか見れなくなったんですね。なので、サファリでしか開けないんですけど、なんでなんですかね、これわかる人いたら教えてほしいんですけど、はい、ということで、サファリの画面で説明していきたいと思うんですけど、まあ、あのブラウザーですからね、見た目は一緒です。はい、まず、左のメニューのところにたくさん並んでると思うんですけど、まあ、あの、グループ分けしてます。 生成 AI に関することとかサービスツールに関することみたいな感じでずらずら並んでるので、まあ、自分が興味あるテーマがあれば、その部分をですね、見ていただけると嬉しいなと思っているんですけど、はい。お来ましたね。YouTuber になりたい。登録しましたらよ。6 0します。ということで、YouTuber になりたい希望者です。ということで、すいません。この方に僕まだ返事しなかったですね。はい。えー、ありがとうございます。ちょっと返事を打っておきますが、 この方が99人目だったんでしょうかね。はい。えー、あと1人、えー、お待ちしております。はい。ではですね、ちょっと見ていきましょう。まず1つ目。生成 AI のこと。生成 AI の写真とか、あ画像とか動画ですね。のものがたくさん入ってます。ミッドジャーニーが画像アップロードに対応したよと。ミッドジャーニー僕まだ開正してないので、ミッドジャーニーも用意やらなきゃいけないなと思ってるんですけど、あとはですね、こちらですね。 ジェンモって読むんですかね。ジェンモの最新モデル、えー、モチ1って読むんでしょうか。こちらのものも始まった話とか、あとはですね、えー、ランウェイのものですね、えー、アクト1がすごいっていう話とかですね。さらには、こちらですね、リップシンクもできるという、えー、ビグル AI って読むんですかね、というものとか、 あとはこちらですね。最新の l m に真の推論は困難ということを Apple の研究者が論文を発表したとかですね。あとはこちらですね。何、えー、て言いますかね。ハイルを AI って読むんでしょうか。こちらの話とか。結構ですね、あの画像生成、動画生成、僕全然ですね、解説が間に合っていないんですけど、こちらのものをですね、とにかくシェアしまくっているので、これまだ10月分ですよ。10月分ですね。はい、ここまで10月です。 え、やってますので、よかったら見ておいてほしいなと思います。続いてですね、サービスツールに行きたいと思います。はい、こちらの方にはですね、あの、面白いツールとか、面白いサービスとか、便利なものを紹介してるって形になってますので、例えば、ショート動画を撮るのと、YouTube の横動画を撮るのを同時にやっているですね、こういうふうにセットしているものがあったりとかしますね。こういう面白いですよね。話とか、あとはですね、 ホテルのサブスクっていうのがあるねっていうことで、他にもどんなのがあるのかってことで、まあちょっとサブスクについてちょっと研究してみたんですけど、こちらのものとかですね。あとは R25 がですね、ニュース配信1件3万円っていうのをやっているということで、でもノーフローがないのでバックリンクになるねってことで、まあ s o 対策としても使えるかなということについてちょっと書きました。さらには AB テストのリンク集ということで、まあ、 あのそのまま名前の通りなんですけど、こういったもののですね、いろんな便利なサイトですね、大きな文字で X にポストしてみませんか、みたいな、こういうですね、ツールとかですね、を紹介しているので、これも9月ですね。よかったら見ておきましょうということです。続いて、マーケティングです。まあ、こういう視点面白いよねということで、PayPay ペイペイとなるスマホ型おもちゃ登場ということで、幼稚園の付録にですね、この辺ね、PayPay ペイペイが仕掛けたのか、 幼稚園っていう雑誌側が仕掛けたのか分かりませんけど、この子供たちにもキャッシュレス決済っていうのを普及させるっていういいきっかけになるなと思っていてですね、これあの個人的に欲しいなと思ったりしてるんですけど、その年配の方に PayPay ペペの説明するときにですね、非常に分かりやすいかなと思ったりするので、こういうのってマーケティング的にすごく大事だなと思っているので、アイデアとしてね、ぜひ参考にしてみてくださいというとことですね。あとこちら。 これですね、リピーター作りの仕組みに書いてる交換型だなっていうふうに書いたんだけど、借りるカップということで、今までそのカフェに行くときに自分のマグカップを持ち込んでコーヒー入れてもらうみたいなことあったんだけど、それだと入れてもらったらもう一回入れに行く必要ってないわけですよ。でもこれ借りるだと返しに行かなきゃいけないので、そうするともう一回そこのですね、カフェに行かなきゃいけないというですね、リピートの仕組みが始まるわけですね。なのでこういうようなものっていうのアイディアは結構面白いので、 ぜひ参考にしてみてください。こういう本書いてるんですね。リピーター作りの仕組みって本を僕書いてるんですけど、そこにも加えたいなと思っているね、ノウハウであったりします。はい。続いて図解のパターンということで、図解はこういう風にして作ったらいいんだよ、みたいなマーケティングについて書かれていることがあったので、紹介しましたね。あと、教科書紙に回帰ということで、これスウェーデンでは、教科書を紙にした方が、 成績が良くなるってことは分かったので、一回デジタル化の波があったんだけど、もう一回元に戻ってるってことはあって、これは非常に興味深いですね。話かなと思いましたね。はい。続いてこちら、えメッセージアプリのですね、ダゼって読むんでしょうかね。デイズって読むのかな。が TikTok でバズっているということで、まあ、あの、 ついこの間ですね、ジフシーというサービスを紹介しましたけど、Z 世代向けの AI メッセージアプリあたりはちょっと面白いので、この辺もね、追いかけていきたいなと思っていますけどね、のニュースが入ってますね。ってな感じです。このような形で、動画のおすすめ投稿時間は、それぞれのジャンルによって違うんだよって話とかですね、ネットフリックスの 制作費の話とかですね、こういう数字に関するものとかですね、をいろいろ紹介しているので、この辺もね、勉強になるんじゃないかなと、ローソンのアバターの話とかですね、が入ってますので、ノート術、これは9月分ですね。なので、勉強になると思いますので、見てみましょうと。続いて、ネット通販 EC に関するってことで、はい、これは9月分なので、10月は新しい更新はなかったです。 はい。SEO 対策に関して、はい。こちらのもの、はい。こんな感じで出ていますけど、これ10月分ですね。Google 検索に劇的な変化が起こる。まずはモバイルからということで、AI 機能が追加されてきますということについての記事があります。さらには、Google の検索シェアが50%を切りそう。代わりに Amazon が25%近くまで迫っているということで、生成への台頭もあるということで、検索市場にね、結構影響を与えてきそうですね。 というこ,とでこのような形でいろんなです、ね、ニュースを上げていますので、これも見ておきましょう。とですね続いて、キーワードマーケティングというのがあります。こちらのものは10月もありますね。人と出会う方法、新しい人と出会うみたいな検索ボリュームの変動ということで、もう一回リアルに戻っていくような大きい流れがありそうな気がしてますね。でこのようにです、ね、検索ボリュームが上がったり下がったりするのはなんでなのかという、まあ、Google トレンドをもとにですね、えー こういうふうに研究してみるみたいなデータなんかも入ってますのでえ、よかったら見ておいてください。はい、続いてですね、情報リテラシー論ですえ。僕のね、大学の専門ですけど、こういうことを気をつけましょうねっていうことについての、いろんなですね、まあ、危ないよ、気をつけましょうってニュースが多いですかね。いろんな切り口からですね、集めていますので、よかったらこの辺は、まあ、気をつける方としてですね、使ってみましょうということです。で Apple Vision Pro Vision、 ですね。えー、Apple Vision Pro に関するニュースって最近あんまり入ってこないんだけど、この日経新聞が出した Apple Vision Pro 向けの日経空間版はかなり面白いですね。新聞がまさにバーチャルでこう広げた状態で読めるっていうものなんで、これは非常に視認性が高くて面白いかなと思います。Apple Vision Pro に関するいろんなニュースとかノウハウも集めています。これまだ10月分ですよ。ので、よかったら参考にしてみてください。僕もそろそろ買おうか悩んでるとこですね。はい、そして iPhone。 iPhone が10月28日からアップデートありました。この辺またね、どんどんまとめていきたいなと思っているので、えー、よかったらチェックしてみてください。で、Android に関するニュースもこちらに入っています。で、ここからガジェット系になりますね。iPad に関するニュースとか、Apple Watch に関するニュース、スマートウォッチに関するニュースとか、AirPods、イヤホンに関するニュース、360度カメラ、そしてメタバース、AR ですね、3D。 えー、VTuber に関するニュース。VTuber 系は結構入れてます。これ、あの、僕今研究中なので、VTuber とかゲームを使ったマーケティングに関しての,もの、これ VTuber ですよ。これ10月分なんだけど、10月分結構たくさんありますよね。よかったらこの絵も見ておくといいかなと思います。で、ボーカロイドですね。こちらも今研究中なので、よかったら見ておいてください。そしてゲーム関連ですね。も上がってます。ということで。はい。ということでですね、あの、よかったらですね、あの、 この機会にですね、ネットベース研究会の0会の方にですね、入会してあげると嬉しいなと思っています。別に何も売り込んだりとか何もしませんのでですね、よかったら入ってみてください。自由にね、入ったり抜けたりできますのでよろしくお願いいたします。はい。ということで今日はですね、ネットベース研究会の0円会無料で行います Discord の2024年10月に投稿した内容を振り返ってました。えー、有益だなと思ったことが書いてるなと思った方はよかったら無料なので参加してみてください。 ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。